はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう、すごい短い動画になると思いますが、はい、先々回ですかね。はい、グランジスタのね、ネロのゴジータをご紹介しましたが、あちらのねソウルパニッシャーをちょっと再現したいなっていうのであれこれ考えたんですが、まあ一番簡単な方法を見つけました。はい、まああのね、最初はあの動画でも言った通りね、普通に、手に、穴開けてね、透明の支柱を刺して、虹色の玉をね、くっつけると、はい、そういう感じしようかと思ったんですが、本体に穴開けるのちょっとためらいがあるなっていうのでね、はい、って思いついたのが、今からご紹介する方法なんですが、めっちゃね簡単で、安上がりです。はい、ではね、見てみましょう。はい、こちら、はい、こちらなんですがね、お分かりでしょうかね。ゴジータの手の上に見えますね。はい、こちら、はい、こちらをねちょっとソウルパニッシャーの玉に似てるなっていうのでね、こういう感じに持たせてはないんですけどね、浮かしてる感じにしました。はい、これはね何かというとね、ビー玉です。はい、しかもね100均で買ったビー玉ですね。はい、それをね、あのこの透明のこの支柱ですね、これは普通に市販されてるやつですね。まあ模型とか模型店とかねに売ってるやつですね。フィギュアとかねプラモデルとかを支えるやつですね。それの爪をね閉じることによって見事なまでにフィットするんですね、このビー玉が。はい、まあビー玉といってもね、これ大粒のビー玉っていう感じで販売されましたね。大型ビー玉みたいなね。それのね、ちょっと青いんですが、光の当て方によってね虹色に見えるっていうね、マジョーラカラーみたいな感じかな。はい、それを、こんな感じにしてみましたがね、意外なほどね結構しっくりきてるんですよ。こう浮かしてる感じもあるしね、本体に穴を開けずに傷つけずに済んでるっていうね、いやー素晴らしい。はい、もうちょっと間近で見ましょうかね。はい、はい、こんな感じでね、でビー玉はねここにあるんです。はい、まあ、ちょっと手に取ってみましょうか。はい、ビー玉はね、はい、こんな感じで、まあいっぱい入ってますけどね、まあその日の気分によっても変えれるんじゃないですかね。これ透明に変えたり、ちょっとね、ブルー、薄いブルーに変えてみたりね、あとはこう緑にしたりね、はい、これも光の加減によってね、全部ちょっと虹色に見えますね。はい、これはね結構いいですよ、うん、ちょうどいい大きさじゃないですかね。はい、こう見るとね、あれ青なんですけど透明から見ると光の当て方でね、ちょっとシルバーっぽくも見えるし虹色っぽくも見える、うん、これは素晴らしいですね。ほんとソウルパニッシャーっぽいっすよね、うん、いやこれはいい。はい、といった感じでね、どうですかね、皆さんもねいろいろ創意工夫してね、ちょっとソウルパニッシャー再現してみてください。自分としてはもう十分満足の範囲内ですね、これはね。はい、
ということでね、短いですが、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。